皆さんこんにちは、ドラマーの西谷幸之です。今日は、ウッドストロークというケンウッドデナードというドラマーが使う、手順を紹介してみたいと思います。手順といって、口で言えるように覚え方をちょっと書いてみたんですが、ルーディメンツのあのスイストリプレットですねを、使って、スイストリプレット、スイシュプレスイシュプレレスイシュプレスイシュプレレスイシュプレレスイシュプレスイシュプレスイシュプレレスイシュプレレスイシュプレスイシュプレレスイシュプレスイシュプレレスイシュプレレスイシュプレスイシュプレスイシュプレレスイシュプレレ、これをまあいわゆるこの手順でやってみたいと思います。ちょっとテンポ130でやってみます。ちょっと早かったですが、まあどこでも多分使ってもシンバル行ってもいいんですが、このアクセントを最初のスイストリプレットのスイスの部分、この部分はちょっとアクセントっぽく叩いてます。この言葉で覚えてしまうと割と覚えやすいかなと。この手順をずっとやると、今ちょっとやっていたように2小節で、完結します。アクセントもちょっと、まあ、少しだけラテンっぽいのかな。よく僕は使わせてもらってます。ぜひトライしてみてください。では今日ここまで、じゃあね。最後まで動画を見ていただきどうもありがとうございました。今後も継続的にこのオンラインドラムレッスンの方を続けていこうと思っています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それと今回このエクササイズブログの方にもアップしていますので、ぜひブログの方もチェックしてみてください。よろしくお願いします。